ではよろしくお願いします。お、大丈夫です。すごい綺麗になるな、これ。試合になるとやばいね。あれでも今年はここ回られたのは、アカデミー来た時に回ったかな。アカデミー来たら見てもらって、で、あの5から半分回ってっていう、なんかそういうパターンだから、それで回りましたかね。もう葛城の次に回ってるコースって言っても、でも葛城はね、意外と回んないですよね。やっぱ試合出てる時はね、試合出てる時はもうトレーニングして練習場で打ってとか、回んないっすね、あんまり。葛城って年間何ラウンドするんだろう。10ラウンドはしないね。5ラウンドぐらいかな。どちらかというと、え、どこまでもびちゃびちゃなんだけど。ですね。どういうこと？通り道これかもしれないですね。121-144フラット9番で100、ちょっと軽くフォローだから140ぐらいのイメージでいいかな。すごいなんかあれだね。アロボ先打ちます。ビチャってなるのがちょっとビビったな。9です。9、ちょっと当たりが薄かったです。今入ってるね、硬かったら。なので刻む、ドライバー使わず刻むことは多いですね。難しいですね。ピンチもあるし、うまくできてますよね。これ前回も練習ラウンドの時ここで練習されてましたけど、だいたい想定する場所はいつも一緒で、練習する場所も似たような場所なんですか？だいたいミスするとこのピンだとこうなるよねみたいなところから。やっぱでもグリーンが、あの太平洋の時と比べてだいぶスローだから、太平洋の時やばいっすもんね。やばいよね。これでも11ぐらい出てるよね。そこそこ早めな感じはしますね。ねえ、11出てるけど早く感じないっていうね。みんなやってる、あそこ。いや、右ピンの時に外したら雰囲気は知っときたいよね。うわ、切れる。うわ、いいね、今の。さっきなんか振らされた。先輩が変なこと言うから、ちょっと僕ももっと飛ばないのに。本当ですよ、そういうこと言うからね。ありがとうございます。あんま行かないで。あ、やめて。やばい、何？全然届いてないじゃない。飛びぶっちゃった。飛びぶっちゃったよ。やめてやめてって言って。ちょっとカマっぽくなってたのに。全然大丈夫でした。今度は楽勝ですよと思ってたんだな。でも転がったらやばいか。どこを変えたか、この間に当ててほしいわ。わかりませんって感じだから、ね、158、157です。ピン、すごいでしょ。前もやったこれ。だいたい当たるよね。はい、
風は右から、右からフォロー目です。フォロー目、はい、4時半とか5時ぐらいの風。はい、先輩の言うことはもう絶対です。吹きますか。何時？4時？5時？4時半5時です。4時半5時。これ変わったの分かってほしいな、このまさに。え、ありがとうございます。でもあと3キロとか落ちちゃうとそれもそれで大変なんじゃないですか。でも痩せ、ゴルファーはあんまり痩せない方がね、距離もそうだし、あとあの体力、スタミナだから、オフの間はもう、基本3キロ増やしてシーズンインみたいな、増やして、そうで、こう試合がずっとやるとだんだん痩せてきちゃうから、若い頃はそうじゃないけど、40代入ってからかな、試合出るとやっぱり少しこう痩せてくるっていう感じになってきたから、だからそういう時はもうですね、太ってからシーズンに入るっていう。ちゃんとジョギングとかした？はい、ジョギングとかした？ジョギングしてないですもうオフもやってないでしょ、ジョギング。オフはたまにやってます。たまにどれぐらいのペースそれはさ、仕事のためじゃなくてさ、なんかその気持ちとかさ、その体型がとか、そっちでしょ太ってきたかなっつって、やばいなっつって走り出しますでもピーターとかジム行ったりしてるみたいよ、先輩、ピーター先輩は。最初から左出た今。っぽいっすね。え、こんな速いの？めっちゃ切れるなこれ。そもそも狙ってるラインが違うかも。あ、全然もうマウンドかかりまくってんの。もうやっぱここは連覧もちょっと。初めてのコースはしっかり見ないといけないと思うんですけど、ここに来ると、まあ、もう慣れてるっていうのもあって、まあ、見るポイントが違うよね。もう分かってることがあれだから、もうその状態、まあ、ラフの状態だったりグリーンの状態だったりっていうの、あとはピンの位置想定してとか、それだけできるよね。それだけね。初めてのところはハザードの位置だとか、ハザードのその距離感だとか、風向きとかもね、風向きなんかもなんとなくもう分かるから。でもいつもやってるその11月のね、太平洋の時とコースの状態がだいぶ違うから、そこはもうあの風が違ったり、グリーンの硬さ、速さ、あとヘアウェイの転がりとか、まあ、違うんだよ、微妙にね。そういった気持ち悪さはないんですか、ちょっと違うからって言って。気持ち悪さはない。気持ち悪いと思えば気持ち悪いけど、別に悪さはない。それはそうだっていうふうに思っていけばね、難易度的にはもうこっちの夏の方が全然楽だから。176の195 95、はい、ゴミですの上げ、はい。ああ。本番だとああいうのも手前にあればいいみたいな感じもあるかもね。グリーンが
柔らかいからね。なんかちょっと突っ込みたくなりますけど、グリーン柔らかいから4ユーでいいよねってなるよね。グリーン硬いとやっぱそうですね、5番ってなる。暑い、暑い、やんだらやんだで暑いよね。人間というのはわがままな生き物で、やめてやんでほしいと思ってね、やんだら今度暑いって。ひどっ、ちょっとやばやばいの出たね、これこれは出てほしくないんだよな。はあ、コースピン、ちょっと変わったね。変わりました、いい方に悪い方に。それは分かんないけど伸びなくなったでしょ、あんまり左サイド、うん、また伸びるようになった。伸びてるか、当たんなかった。ファンケルもこうやってんのかと思った。あ、そうやってやってる。あ、1個目はね、もう1個目はちょっと強引に、球が全く捕まらないですよ今で、米山さん見て、山さんみたいに打つと溜まって捕まるよな。2日目、初日2日、初日虫だった、うん、見に来るって見に来なかったよね。結構飲んでシニアオープン予選の機会で練習しました。あ、そうですよね、それはそっちの方が見てる場合じゃねえカジュアルギリギリだ。全然狙えなかったっす。ちょっときつかったっす。はい、込み込み163アゲンスト11時165ぐらいですか、はい、こう一発左来るとこれやりにくくなるよね。あー出しちゃったなこれ。ごめんごめん、もう一回、このなんかビチャってなるのがなんかすごい飛ぶな。フォローじゃないよね。フォローではないはずね。めちゃくちゃ飛んだ。どこ行った、あれ右のだいぶ遠い、だいぶ奥じゃない、はい、打ち下ろしも込みです。込みね、あーこれやっぱ出んだな、これむずい。小沼さん、これスライス？スライス最後ちょっとフック目ですか？どれぐらいスライス？30センチぐらい。スライス？フックでしたね。なんか難しいよねこれ、はい、最初入ってさ、あの辺からこれは結局ちょいフック、はい、
ちょいフック、これはちょっと右出しすぎ、ちょっと出しましたね今。でも戻ってくるね。飛んでないかな。大丈夫っす。あれ浮島なんてあったっけここ。浮島できちゃったの。なかったよねあんなの。出没浮島が草生えてるもん。気づいてないだけかな。なんかよくハラボーと一緒のところに。あれ俺の方がちょっと飛んでるわ。これこの時期はまだあれだね。止まってお願い。あちょっとちょっとちょっと出ちゃった。あれあんな回る。富士山からの。あどっちですか。近い、ね、私から。本当だ、腹の方が近いわ。ちょっとパンチ入っちゃった。あれ雨降ってきたけど富士山出てきたよ。ちょいすらでいいですよね。はい、カップの中。中でいいです。中でいいですよね。ありがとうございます。なんかちょっと引っ張った今。左縁ぐらい出たね。うん、左縁ぐらい出たっすね。ハラボー外さないでね。めっちゃプレッシャーかけ。外したらもうあのこの対決流れることになってるんで、もう次になります。でもパターが違うからな。いやそうなんだよ。パターが違うもん。今信頼が厚いもんね。余裕。ナイスインです。雷あれ。ありがとうございます。嫌だよ嫌だよ。ここの時はさ俺は何アンダーでしょ。何アンダーで優勝だから、はい、この時にここで深堀さんベタってついてて、深堀さんバーディー取って並びますって言われたんだけど、1打差ですって言われた。深堀さんがなんかベタってついたに見えますみたいな、ちょうど言ったのは深堀さんっぽいなと思って、でその時の俺の反応は、あでも10にする必要があるのかないのかって聞かれて、俺が、うん、10にする必要、まあ、でもボギーは絶対打ちダメなんで、うん、ボギーはね、もうとりあえずパーでみたいな。バーディーを取らなきゃいけないのかどうかってすごいあれだったよね、はい、バーディーをそこまで無理して取らなくてはいいって感じだったんで、もうティーショットヘアウェイってね、確かヘアウェイってもう8番だからちょっと悩んだよね。そう、ちょっと迷って刻むって決めたのは誰。藤田さんがもう10にする必要あるって聞かれて、ないですってなって。なんでないですって言えたの。そこはそこで見てたんで。だって俺さ、そう思い出した、それセカンド刻んで、はい、ボードパーッと見たら深堀さんがいるんだろうなと思った。秋葉さんがいたじゃん、はい、あれ秋葉さん1打差みたいな
それで3打目だったんだ。はい、あれどっちだっけな、3打目打ってそれかな、3打目打ってそれ見たかもしれないです。あ、3打目打ってそれか。セカンドも8番で刻んで、8番で刻んだ、はい、よく覚えてんね。狙おうって2人してならなかった。はい、このままさ狙ってほしかった。いや、止めに行ってた吉田さんがなんかちょっと狙い行ける、距離的な行くみたいな感じの雰囲気出してて雰囲気出してていやでもこれボギーは打てないしなとか思いながら、プレイヤーを信用してないね。いやいやでもバチッ決めてイーグルで行きましょうよみたいな。いや、いやそんな余裕ないよね。いや状況的には言えないですハザードがなかったら行ったかもしれないですけど、まあハザードなければね、はい、もうイケイケだけど、あれやばいじゃん、めっちゃ雷。雷っぽいじゃん。雷っすね、これ。吉田さん。227H。227。はい。はい、カラスイカ。クリック。よし。刻むのはね、本番で刻むとして。うん。練習で狙っとく。3割ぐらいの確率で、生きていくから俺。おちょっとワンタッチ入ったね今あれセーフ、逆にセーフなやつ、ナイスレイヤー。俺あれ太平洋の時あれやったことありますよそううわーとか言ったらセーフ。うわなんでこんな煽るのって。いえいえ、キックキック、あいいとこじゃない、はい、結果的には、結果的にはね、ダメだ、危ないな、この打ち方は。まあ、いって、お願い。ああ、止まった。つっ。止まる。今のはちょっといい音したね。パンって。聞こえた？パンって。雷来たよ。ちょ怖いっすね。怖いよ。刺されそう。怖いと思うの？このまま。いやまあ多少は。雷？はい。いやあんまり近いとめっちゃ怖いっすもん。落ちるんじゃねえかと思って。結構基本ビビリなんで。俺強烈ビビリだ。だってこの上の段乗ったら落ちるんじゃないかと思うこう近づいてきてますね、なんかめっちゃゴロゴロいってるよ。でも止めないってことは大丈夫なんだろうね。そうですね、畳まれます